あそこ行くの、あの右の林ギリギリから、うん、ドローンのイメージ、ね、今は。ジュニアの時代とかって特報だったの？いや、平均ぐらいかな。平均ぐらい多分、うん、じゃあまあ、うん、距離アップでなんか努力したこととかってなんか、そう、あります、あります。例えば、うんうん、ヘッドスピードをやっぱり上げていきたいので、うん、軽いものと、まあよくあるんですけど、軽いものと重いものを交互に振るやつだったりとか、あと重たいクラブをもう素振りでいっぱいすごい振るってのをやりました。重たいクラブを素振りで振る、あー、うん、なるほどね、うんうんうん、素振りはとにかく重いものを振って、うん、そう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 、本番になったら、まあ、クラブが軽くなるからその分走るみたいな、速く走るみたいな、うん、左足下がりは上げようとしない、めちゃくちゃになってきちゃった。164ヤードをユーティリティでいきます。上げると9番、うわ、すっごい右出たけど、え、消えた、消えました。よし、行ってみよう。まあ、なんかしたの、飛距離をアップさせるために。体幹と、あと下半身、下半身トレーニング、走ったりとか、あとはスクワットとか、10代の頃、うん、とかやってたって感じ。あ、やってた。あと復帰した時も、復帰した時もそのプロテストを受けた時に、そう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 、やっぱちょっと飛距離必要だなみたいな。そう、やっぱ飛んだ方が楽だから、2、3年ぐらいこうもう飛距離だけアップさせるためにやってた時期があるから、でそれで実際にやっぱ伸びました、うん、足伸びました。やっぱ足やってない時は、うんうん、本当にドライバーが190とか、え、本当に嘘でしょ本当しか飛ばなくて、うん、セカンド全部ウッドだったんだけど、それをやるようになってから240ぐらい、50ヤード変わったの、うんうん、下半身強化で重いもの振って軽いもの振ってみたいな。そう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 、190？ そう、本当に本当にいや、もう昔から飛んでたんだろうなっていうイメージ。あー、そっか、本当にね、飛ばなかったの。へえ、うんうんうん、そりゃびっくり。そう、うまい、まあまあまあ、でも、うん、ナイス。伸びたね、最後、うん、やっぱピン狙わない。そう、狙わない、うん、まあ、真ん中でもいいかなぐらい、うん、あの一番高い木狙いとか、うん、あれピン
かった。あ、惜しい。上げてるね。ちょっと風がね、やっぱり。はい、ありがとうございます。はい。まあ、こういったもう冬芝、はい、とかで、まあ、ここは結構グリーン傾斜あるじゃないですか。うんうん、まあ、登ってて。まあ、受けてるっちゃ受けてるけど、うんうん、ここで意識することは何ですか？いつも私の場合は自分の距離っていうのがあるんだけど、うんうん、やっぱりちょっと受けてる感じだから、それよりはちょっと突っ込んでいきたいかなっていう。で、あと若干このラインも左足上がりなんで、こう距離が落ちやすい状況だから、ちょっと思ったよりもこう強めにいきたいかなっていう感じかな。思ったよりも強めに。そう。ただちょっと若干。若干沈んでる。ちょっと怪しい感じ。怪しいとこですよね、ここ。まあ、ちょっと行ってみよう。はい。見えない。いや多分落ちたところがたまたまだと思いますよね。へえ、ね、残念。こう、これ今の見ると打たなきゃいけないな、うん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 、戻ってきちゃう。インパクトとか、うん、そのドライバーのこだわりとか、なんか他にあります？ドライバーのこだわり、まあ、こう飛ぶ、飛ばすためにみたいな、タイミングとか、体の使い方含め、スイングでもいいですし、練習場で、うん、その飛距離の練習をしに行った時は、こう練習ボールだとして構えて、うん、なんかここから押す意識の練習とかをやったり、この先をグッと押していくみたいなをやったりとか、まあ、打ってパーンじゃなくてみたいなパーンじゃなくてこうグッと押すようなやつだったりとか、あとはやっぱ下半身を使う、うん、やっぱり同じ振りでも、なんだろうな、なんか飛んでないなっていう時は自分も下半身が使えていなくて、うんうん、でここはトップの位置上げるじゃないですか、うんうん、でここにある手元をこの左の足を使って引っ張り戻してくるようなイメージ。ー私はね、ここね、うん、まあいろいろあるよね、こういろいろね、腰をこう後ろにやる人もいれば、ゆきえちゃんの場合は左足を使って体の近くに引っ張ってくる感じ。あ、そうですね。躍動感があるね。躍動感がある。ナイスショー。はーい、ありがとうございます。めちゃいいドロー。真ん中。うん。前回ってて、ここクリーク打ってたのにアイアン打ってるわみたいになると、そう、すごい楽にわなったかな。やっぱね、ある程度の飛距離は試合とかだと必要になって、うんうんうん、でもその飛ばない分、その時はやっぱウッドがきっと上手かったと思うし、今は逆に飛ぶようになって、うん、アイアン、うん、もっと上手くなってきてると思うし、なんかすごいね。
でもそんだけやっぱ努力したら飛ぶようになるってことですね。あ、変わると思いますね。変わります、うん、よくね、飛ばない、もうこれ以上飛ばないじゃないけどさ、限界を決めちゃいがちだけど、そんなことないってことだよね、うん、あ、そうですね、ね、まあ、クラブも進化してますしね、今、うん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 、めっちゃ飛んでるよましょう。今はミスでしたか、はい、今はね、ミスです。噛んじゃいましたね。噛んじゃった、うん、これは自分の癖、うんうん、癖ちょっと下から入っちゃうのが癖なんで。私もさ、うん、なんか、うん、あまりに背中からクラブが来てるように感じる時があって、あの下からっていうよりもなんか後ろから、うんうん、なんかこういう状態で入ってきちゃうんですよね。あ、一緒、こうだよね。そう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 、寝て浮いてみたいな。そうそう、うんうん、でなんかいい時はいいんだけど、そう急にあれ出るの、えみたいな何これみたいな、出るの。それがこれってなんかどうやったら治りますか、うん、私はあれ、うん、あの軌道のイメージをカットで、うんうん、アウトから入れるぐらいでちょうどよくなる。本当になんか自分の中ではさ、こう構えててさ、うん、斜め45度ぐらいからヘッドを下ろしてるイメージなの、いつも、うんうんうん、それでちょうどいいぐらい。あ、で動画とかで見ると、うん、全然これちょうどいいみたいなそうそうそう、あれはもう全部アウトサイドインで打ってる、うん、へえ。でもしっかりドロー出てますもんねそうなの、全然。だからそうそうそう、インサイドアウトってことですよね。気持ちはアウトサイドインだけど、実際はね、そう、ちょっとそれやってみよう、うん、でも私もよくフェード打とうと思った時こそドローとか結構あって、そう、似てるかもね。似てるでも全然あのツインが違うんですけどもう全然もう及ばないんですけどですね。と残りの距離が43ヤードなんですけど、こっちからこう見た景色がカラーからピンまであんまりこう距離がないように見えちゃうので、キャリーのポジションを広くするために私は58度で行きます。寄せは半端ないね。そう、今はねラインが見えた。見えた。うん。もう入る気がした。リサちゃんみたいなこと言うの。リサちゃんね。リサちゃん見えた。入る。いや寄せはすごい。ありがとうございます。相当撮ってますよ今日寄せは。ああよかった。すげえ、アンダーアンダーかな、1アンダーだと思う。なんだかんだそんなかんだところじゃないでしょ。すごい、私は上出来。やばい、今の調子から言うと。やばい超すごいさらっとワンアンダーっていう感じ
だからね、それこそ全部2オンしてるわけじゃない。そうね、そうね。ですよね。あのセカンドあんまり乗ってないよね。だから結構長い距離のとことかもあったし、なんか、うわーみたいな。そうね。終わったら、まあ、なんだです。ナイス。ナイスプレー。上出来です。